はい、今回ねご紹介しますのは大分県にございます九十高原コテージさんです。こっちがまあホテルなんですけれども、こっちにオートキャンプ場がねあります。今日はそんなに泊まってる人いないですけどね、テント張ってる人はもうお盆過ぎたんでね、多分お盆休みシーズンとかはねずらーっとテント張ってたんじゃないかなと思います。でこちらがね焼肉レストランの野苑です。でこの奥に宴会場があります。この奥団体の食事はね、まあこっちの色彩っていうレストランか、こっちの、宴会場かっていう感じですね。一応宴会場見てみましょうか。いいよ。中入ってここ靴脱いで、でトイレ、こっち女性のトイレ、でこんな感じで、で宴会場利用の際の団体は一度ねフロントの前に集まって添乗員さん一緒に案内してくださいということです。でこっちフロントで、この外にもねお手洗いがあります。これは多分ねオートキャンプの人用のトイレかな。あっちに喫煙所、でもうねバスはねここまで入ってこれます。ここだけねちょっと階段なんでね、スーツケースの人とかちょっと手伝ってあげた方がいいかもしれない。でここが玄関ですと。これがホテルの入り口です。いいよ。でホテルはですね、ホテルというか、まあ、コテージなんですけど、フロントが中央にあって両サイドに、対戦ウイングと九十ウイングっていう2つの、まあ、エリアがあります。でこっちがオートキャンプ場で、入ったら右側にお手洗いで、正面がレストラン色彩。はい、こちらねレストラン色彩です。翌朝のねバイキング会場もこちらの会場です。はい、ちょっとね朝食見ていきます。サラダコーナー、フルーツ、ヨーグルト、明太子がなんか美味しそう、焼き魚、パン、生卵、味噌汁、ご飯、カレーと飲み物ですね。こんな感じ。で左側がフロント。こっち売店、売店にはねアルコールも販売してます。あとお菓子とかカップラーメン、
で、お部屋はね、この奥ですね。で、こっちが九重ウィングで、こっちが対戦ウィング。じゃあまず九重ウィングの方見ていきましょうか。ここ温泉休憩室。この中にも自販機があります。で、大浴場はこの奥。温泉大浴場、これ天然温泉っていうことですね。で、この左側はお風呂、男湯、女湯で、露天風呂からはね、朝の五岳も見れるみたいです。で、あと貸切風呂のね、家族風呂もこのね、左側にあります。はい、じゃあね、家族風呂ちょっとね、利用させていただきます。フロントでね、鍵をねいただきました。風50分1600円の予約制で、3つあってね、こっちが霧、真ん中が風、奥が雲で化粧室ということです。私は真ん中、これ、あ、こうするのか、入浴中で、よいしょ、ほい、こんな感じで、鍵かけて、どんな感じでしょうかね。一応ドライヤーはね、ありますね。いいよ。お、なるほど、こんな感じのお風呂でございます。外はね、見えないですね。はい、あ、ごめんなさい、内風呂だけと思ったら外出れましたわ。ここね、扉の向こうがあった。これ気づかへんしいるんちゃうかな。内風呂の外にね、扉の向こうに露店がありました。半露店なので、まあ、半露店から星空が見えると。今日ちょっと曇ってるから星は出てないですけど、これいいですね。これでも気づかへん人いるんちゃうかな。あ、なかなかいいんちゃいますか。で、さらにお部屋はね、遠い人はね、かなり歩かないといけないんで、申し訳ないって感じですね。もう雨降ってても屋根あるんで、今ちょうど雨降ってるんですけど。で、これ310とか311とか書いてますけど、3階じゃないんで、全部ね1階です。で、まあフロントとかね、レストラン行くときはこうやって看板あるんで、まあ迷うことはないと思いますけどね。ちょっとね、足の弱い方とかは大変だと思います。で、ちょっとここだけ屋根ないんですよね。向こうぐるっと回ったら屋根伝いに行けるんですけど、ここだけちょっと屋根ないっていう。ここ、まあ、向こうからぐるっと屋根のあるところを回ることもできるんですけど。で、ここ215 202 201 203 205。あ、で、あ、こっちか。一番端の部屋に行くならこっちか。
で、ここが115116117102103105106がね、地盤橋ということです。はい、フロントのね、売店のところまで戻ってきました。で、私の部屋はこっち対戦ウィングで、こんな感じ、鍵はで、ややこしいんで、こうフロントからの行き方が分かるようにね、あの鍵のこのキーホルダーにあの平面図書かれてるっていう、なかなか素敵な気配りで、ここにね、鍵が収納されてます。シリンダーキー、添乗員さんの部屋は501。ここですね。よいしょ。はい、じゃあ部屋見ていきましょう。これオートロックじゃないんでね、気をつけてください。非常口とかは特にないですね。すぐ外なんで。で、入ったらここにスリッパで傘立て、でここからはドス拭き石ですよと。なんか独特の匂いがしますね。なんか昔の駄菓子屋さんみたいな懐かしい匂いがする。はい、じゃあ見ていきます。なんかね、今回お客様は洋室なんですけど、私はね、添乗員は和室ということで、もう布団がね敷かれてますね。はい、で入って左側に洗面所で、ここに電気どこにスイッチあんねんと思ってめっちゃ探したんですけど、全然なくて、スイッチがこっちにあるっていうここにある、わかるかい、そんなん。ここ、こっちにスイッチがある。わからへん、そんなん。はい。じゃあ洗面所からまずね、見ていきましょう。なんか水がポタポタ出てるけど。はい。で、ハンドソープ、ティッシュ。こちらの水は93系からの湧き水を、殺菌浄化して使用していますということです。で、コップ。で、お茶は粉の茶。で、ケトル。で、ドライヤー。ドライヤーは、固定式の。はい。で、下に冷蔵庫。冷蔵庫めっちゃうるさいんですけどね。冷蔵庫。で、ゴミ箱。で、ここに、よいしょ。タオルハンガーがあります。よいしょ。ねえ、なんかね、掘りごたつがねついてまして、この時期は今夏なんでね、こたつの布団はないですけど、冬とかはね、掘りごたつが楽しめるみたいです。で、ここにハンガー、エアコン、あっちフロントですね。で、ここに空気清浄機と加湿器かな。暗い。これか。ここ全部ここで、玄関も洗面所もここで操作するみたいです。てか、めっちゃ冷蔵庫がうるさい。よっ。ここはなんかシーツ。よいしょ。これ何人部屋なんかな。よいしょ。で、テレビ。で、電話。ここにコンセントがまずありますね。
Wi-Fi も入ります。いいよ。ここもなんかすごい収納の仕方やなこれこれちょっとすごいな。ちょっと雑すぎんか私がやったんじゃないですよこれそのまんま、そのまんまです。はい。でここに金庫、すごいなんかレトロな金庫やな。場所もすごいところにあるな。座布団の横に金庫で、まあ、ベッドサイズじゃないですけど、あの布団サイドにはここにコンセント2口とこっちにも2口あるので、まあ、充電とかはねしやすいですね。でここにエアコンとテレビのリモコン、館内は全部禁煙で、部屋着はこんな感じ。部屋着でね、あの全然館内は移動 OK です。はい、部屋着はねこんな感じの上下セパレートのね、何ですか、あの健康ランドみたいな着心地のいいストレッチ性の効いたね寝巻きでございます。でここにタオル、大小って感じかな。じゃあ次バスルーム、よいしょ。まあ、こんな感じのね、なんていうんですかね、ユニットバスじゃないんですけど、ここにトイレがあって、シャワートイレね。で、ここがね、ちょっと衝撃的なんですけど、このね、バスタブはないんですけど、シャワーだけ、なんか海の家みたいな、すのこ貼ってあって、で、ここに、ボディーソープとリンスインシャンプーがあって、なんかすごいでしょこれ。こんなタイプ初めて見たけど、バスタブはないけどシャワーはあるよといった感じですね。すごいすごい作りやね。トイレの横にシャワー外国みたいな、ちょっとね変わった作りですけど、こちらがトイレということですね。はい、それではねこちらが九十高原コテージさんの対戦ウィングの和室のね、お部屋でございました。